ただいま、ホスト相続しちゃいました。主題歌の、Call My Name のミュージックビデオの撮影をしております。もうね、本当に、まあ、前回のモラモラ同様、ちょっとダンスシーンがね主体となったミュージックビデオなので、やっぱちょっとパワーパフボーイズさんのお力もいただき、いいパフォーマンスをできるように、みんな奮闘しております。楽しみます。あるはドラマの撮影があって、振り付けに全然参加できなくて、今日ミュージックビデオ撮影の当日に振りを入れてもらってます。まあ事前に動画とかで確認はできているとは思うんですけど、直接パワーパフボーイズさんに教えていただいております。本当に大変だと思うんですが、無理はしないでほしい。シュークリームの差し入れをいただきました。美味しそう、わー美味しそう。じゃあ俺3つで。うまそう。え、わーすごい。もう食べていいですか。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。何個あるかな。ねえねえ、みんな食べれる。自分たちが一番食べたいねんな。確かに食べたいからって、そろそろ食べたいからって思ってたんですね。うん。いただきます。いただきます。知ってるなら、マジで。いただきます。いや、エンタメトーク感もある。いや、嬉しい。残ってたらぜひ撮ってくださいね。今僕たちが所属しているエビダンのグループみんなで恵比寿の街をきれいにしようということで、恵比寿クリーンアップキャンペーンというものに参加させていただいております。ちゃんとねゴミを捨ててっていう間にゴミ拾ったんですけど、探してきたなと思います。こういうとこの方があるんだよな大体。あ、ほら、まあんまあ映していいのかどうかわかんないけど、ガムです。こういうのもダメです。ちゃんと紙に包んで捨てましょう。見てください、大きいゴミ袋にこんなにも大量のゴミが。
結構綺麗だと思ってたんですけど、なんかよく見てみると意外とゴミが落ちてたりとかしますね。改めて気をつけないといけないですね、本当に。ゴミ捨ては、ポイ捨てはね、もう当たり前にやんないですけど、しちゃダメですけど、こういうことはちゃんと自分たちでやんないといけないですね。人が捨ててるものをまた人が拾うっていうね。こういうね、恵比寿公園で、あ、キッズ美味しい。ヤニさんブーブだ。ヤニオムチキンと、ヤニさんブーブだよ。ありがとうございます。すいません、モザイクラジオに載ってるからな。はい、いや、違う、バチバチにモザイクかけます、大丈夫です。やばいね、ケバブ久しぶりに食べるぞ。ケバブ、ケバブいいじゃないですか。